高南池は不与郡にある韓国初の造園池です。帝政南道、1964年に史跡第135号に指定されました。三国史記には百済武王35年634年に池が掘られたとあります。宮殿の南側には約20里離れたところから水が満ちており、周りに柳の木が植えられ、真ん中に島が作られました。パンジャンソン山山と呼ばれる池、象徴しているという記録がある。このことからこの池があったことがわかります。百済の武王の時代に造営された宮殿庭園。百済時代の礎石、礎石、河原編、バチカタ池の東側の丘からはその時代のものが出土しており、近くに二次宮殿があった可能性があります。宮南池は百済の武王の誕生物語にも関係しています。三国石によれば、武王の母は未亡人となって生きていた。ソウルの南にある池の近くの家で、池の近くに一人で住んでいた彼女は龍神と出会い、息子を設けた。その子は国王の三女善化公主と結婚したソドン君です。新羅の新平と息子のいなかった法王の後を継いだ武王がこのソドンだそうです。これらの話から、ここが離宮の跡地だったのではないかと推測されています。宮南池は縁の深い離宮の池であったこと、百済の小仁氏と、新羅の人造湖より約40年前に作られました。月池、アヒルネ、新羅の熊昼寝の造園もそう信じられています。宮南池に代表される百済風の造園の影響を受けています。豊よはソングクリ文化が息づく歴史都市であり、青銅器時代を代表する花は約2500年咲きました。数年前、その後、百済第26代王政王が国家再興という壮大な意図があった。そして豊かな市備、富裕に首都を移した。そして国家政策において非常に柔軟でした。歴史と文化の歴史が詰まった場所です。倹約的だが、という古代文化が開花しました。123年間を通じて、みすぼらしくなく、派手ではなく、しかし贅沢ではありません。国力の増大と積極的な外交活動、百済最後の都として市備、別名ソブリと呼ばれ、そして首都は雲仁からここに移転されました。538年、西王16年、現在の金州治世。その後660年、吉蛇王治世20年、百済王国は新羅唐によって滅ぼされた同盟軍であり、新羅に従属していました。そして名前が武与郡に変更されました。慶徳王742から765の治世中、